長谷部選手は圭佑とは価値観が合わなくて言い合いもしたと言ってましたが、具体的には長谷部選手にどういうところが、どういうところが合わなかったんでしょうか。え、分からん。マコを見て俺を見て価値観合わないもんなっていうの分かるでしょ、うん。まあでも試合に勝ちたいというね、目的が一緒やったから、なんかいろいろ一緒にやれたんでしょうね。